移動図書館。移動図書館とは、書籍などの資料と職員を載せた自動車や船などを利用して、図書館を利用しにくい地域の人のために各地を巡回して、図書館のサービスを提供する仕組みである。英語では、移動手段として自動車が用いられることが多いことから、ブックモービール、BM と略称されるあるいはモバイルライブラリーと呼ばれている。日本ではこれを直訳して、 自動車図書館あるいは自動車文庫とも呼ばれている。多くの場合、自動車が用いられるが船が用いられることもある。また列車を用いたものもあり、自動車の普及する1930年代以前には馬車が用いられていた。日本の公立図書館は法律によってこのサービス提供に努めるよう定められている。しかし現状は文館の設置が進んだことや、 その他、諸般の事情により、減少傾向にある。類似概念を表す言葉として、巡回文庫、貸出文庫といったものがあるが、それらとは提供される、サービスの幅において、違いがある。すなわち、貸出文庫は、団体貸出の一形態であり、巡回文庫は、貸出文庫の一種といえる。それに対して、移動図書館は個人への貸出を中心にしている点に、 特徴がある。ただ実際には、巡回図書館といった言葉もあり、それほど厳密に使い分けはされてはいない。世界初の移動図書館は19世紀中頃、誕生したものと思われるが完全としない。ただ馬車に図書を積んだ、イギリスのオリントン職工学校の巡回図書館の同版画が残されており、これが最初とされている。アメリカ合衆国で最初の移動図書館は、 1905年にメリーランド州のワシントン軍立図書館でメアリー・ラミスト・キトコム1857年から1932年によって始められたとされている。その後、同様の取り組みが参見される。しかしそれらはあくまで保管的なものと認識されていた。移動図書館の功用が広く知られるようになったのは1940年代以降のことである。 ドイツでは1929年ドレスデンで確立されたとされている。このような諸外国での動きを日本の図書館会が知らないはずはないのだが導入には至らなかった。日本で初めての移動図書館は1948年7月高知県立図書館で始められた自動車文庫である。ついで同年12月には鹿児島県立図書館が開始し、 そして1949年8月、千葉県立図書館が新中軍から払い下げを受けた四輪駆動車を改造した自動車で始めた訪問図書館光号が走り始めている。従来、千葉県立図書館の訪問図書館光号が日本で最初の移動図書館とされてきた。しかし、図書館用語辞典編集委員会編、最新図書館用語大辞典柏し房』二千四年は、 日本で本格的に同社図書館が走り出したのは1948年、高知、鹿児島県立図書館が最初で、ついで千葉県立図書館としている。ただし、日本において移動図書館ブームの先駆けを作ったとして高く評価されているのは千葉県立図書館の訪問図書館光号である。この訪問図書館光号は3週間ごとに 県内各地に設けられたステーション、停留所を巡回し、ステーションマスター、連絡人のもとに図書を預けていき、利用者はステーションマスターのもとを訪れて借り出すようになっていた。この方式は他の都道府県の図書館でも踏襲され、1953年に始められた東京都の紫号も同様のシステムであ。個人で移動図書館を運営していた例もある。 その第一人者が環境保護活動の一環として書籍百年の愚行を全国の図書館に増書してもらうように交渉する旅をしながら自らも図書館となって全国巡り自転車図書館を走らせた土井和弘である市民と共にある図書館を目指すにあたって実績を上げた移動図書館だが日本では減少傾向にあるその理由は 区町村立の図書館の開館が相次ぎ、さらに多くの文館が開設されるに至って、自動車や船による巡回が意味を失いつつあるため、また、財政の逼迫による行政サービスの見直しによって廃止が決定されているためである。中には、ディーゼル車の排出ガス規制をクリアできないために、廃車のやむなきに至り、そのまま廃止となっているところもある。東京では区部における、 移動図書館が2005年3月末をもってすべて終了した。東京区部最後の移動図書館社となった練馬区の光号は南アフリカ共和国に譲渡された。多摩地区では最盛期22市町村で運行されていたが2006年4月1日、現在、日野市の他町田市、そよ風号、三鷹市、ひまわり号、秋島市、木星号などで運行されている。 世界的には移動図書館を必要とするところはまだまだ多い。特に発展途上国ではニーズが高く、日本で廃車になった移動図書館者が譲渡されている。ブルネーでは国内の図書館整備がまだ十分に進んでおらず、国立図書館のデワンバハサ、ダンプスタカ図書館が国内43地点を移動図書館で回っている。上記のように日本での移動図書館は、 減少傾向にあるが、世界的には移動図書館を必要とするところはまだまだ多い。特にアパルトヘイト政策後の教育格差が著しい。南アフリカ共和国では廃社となった移動図書館の再利用に向けた活動が現地政府に大きな期待を寄せている。その期待を受けて2006年南アフリカ NPO のサペ氏。 サウスアフリカンプライマリーエデュケーションサポートイニシアティブ南アフリカ諸島教育支援の会を日本人、現地人の有志により発足し、2008年には日本国内にも NPO 法人サペシジャパンを設立して海外での再活用に向けて活動を始めている。南アフリカでの移動図書館活動は現地の都市周辺部の地域及び都市から一しく、 離れた過疎地域の児童、生徒を対象に、英語や現地語の書籍を積載して、各学校に年間8回、4学期制のため、各学期初めと学期末の2回訪問して、教師、生徒に教育資材として、図書サービスを提供している。2009年9月末から10月にかけて全国から集められた12台の移動図書館が第一弾として、南アフリカに送られ、 向こう6年間で100台の移動図書館を送ることにより96地区ある南アフリカ全土の教育区をカバーすることで現地の敷地教育向上を目指す。現地南アフリカにとっては図書の普及がまだ一部に過ぎないので教育現場に図書活動を普及することで教師の教育指導レベルの向上や生徒たちの敷地率向上に大きく寄与できる。また、 南アフリカでは公用語が英語を含めて11の公用語があり、うち9つの公用語は交渉言語のため、ローカル言語の次世代への伝承にも役に立っている。南アフリカ政府もこの活動を全面的にサポートを受けている。また、この活動は寄贈する日本側にとってもメリットはとても大きい。実際にこの活動を実現するにあたり、企業、政府、 自治体すべてのサポートなしでは不可能である。そこでこの事業活動を連携協力することにより、企業にとっては CSR 活動としての PR 活動、政府としては両国外交発展への寄与、自治体にとっては地域レベルでの海外支援として幅広い効果が期待できる。図書普及が初等教育向上に大きく作用されることからも、教育上のメリットも大きい。 車両状況は良好であるにもかかわらず、行政サービスの縮小等でやむなく廃止せざるを得ない、移動図書館、及び車両更新による中古の移動図書館が不使用が生じたときは、資源の再活用という観点からも、海外での再活用に貢献できるので、移動図書館車の再活用が全国的に浸透できるシステムを構築することが、これからの課題であり、今後の各自治体や、 図書館の裁量に期待が寄せられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。